はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、皆さんはゴーストリックというテーマご存知でしょうか。このテーマ本当に癖強くてね、今回はこの最強の癖強テーマをね使って、デュエルをしていこうというふうに思っています。あの新パック全く関係ありません。1個前のパックですこれ。はい、あの触ってなかったのでゴーストリック、ちょっと申し訳ねえなと思って、ゴーストリック使いに申し訳ねえと思って、組んでおりました。あのね、このテーマはまあ何をするかっていうと、あのリバーステーマってまして、基本的には全モンスターがゴーストリックがいないと表側で召喚すらできねえっていう、まあ最強の陰キャあの彼岸とかに近いね、あの仲間がいないと出てこれないみたいなね、効果になってまして、で、召喚リバースした場合に何かするっていう効果が大体あります、ゴーストリックモンスターで。ゴーストリック の特徴としては、まあ、裏返したり表にしたりする、まあ、その面子ギミックを、まあ、いっぱいその活用していくテーマになってまして、まあ、例えば、ゴーストリックパニックとか、これは裏側守備表示モンスターを表にして、ゴーストリックだったら、表にしたモンスターの数だけ相手のモンスター裏にするみたいなね、まあ、これで相手のモンスターの初動を止めていったりするんだけども、これとか、あとそれからゴーストリックナイトっていう、これはゴーストリックがいる場合、相手のモンスターは、反転召喚ができねえという効果があるんで、例えばですね、ゴーストリックパニックで裏返したモンスターをナイトで完全に埋めるっていう、まあそういうことができます。だからもう相手のモンスターひたすらその、まあそこらし落としやなみたいな感じで、埋めまくって、もうお前反転すんなって言って、自分は、ゴーストリックハウスとか、ビルド魔法で、裏側守備モンスターのみの場合、これ相手プレイヤーに誰叩くできるって書いてあるんだけど、これで、裏側守備モンスター無視して、相手の顔面をぶん殴りに行くっていう、まあ、そういう、ギミックになってます。非常に癖が強いですね、このテーマは。で、何が強くなったかっていうと、その1個前のパックで、これね、ゴーストリックフェスティバルっていうモンスターが追加されたんですよ。これが、裏側守備表示の、ゴーストリックモンスターもリンク素材にできるっていう効果がありまして、ゴーストリック1体で、できるリンク1になってます。で、これが何するかっていうと、まあ、ヘイドモゾーンにゴーストリックカードが存在する限り、自分のゴーストリックモンスターは直接攻撃ができますよっていう、効果と、2番目、相手のモンスターの攻撃宣言時に攻撃をリリースすると、できるゴーストリックを裏側で出せますよっていう。だから、まあ、攻撃宣言時っていうちょっと弱めの効果になってますけども、好きなゴーストリックを何でも、まあ、セットできますみたいなね。で、じゃあ、ゴーストリックっていうテーマが何をするかっていうと、まあ、リバース時のね、効果で戦っていくんだけども、基本的には。まあ、ゴーストリックセイレーンが、デッキから2枚カード墓地送って、その中にゴーストリックがあれば、ゴーストリック魔法トラップカードサーチか、効果モンスター裏側にできるよみたいなね、効果とか、あとそれから人型であれば、リバースした場合に、エンドフェーズにお手柄のモンスターを全部裏にするっていう効果とか。で、裏にしたモンスターの以下のレベルを持つゴーストリックを出せるみたいなデッキから。まあそういう効果とか、今回入ってるやつだと、これですね、妖精。これは、リバースした場合に自分の墓地のゴーストリックカードを対象に取って、そのカードを自分の人にセットするっていう効果とか。はい。これがね、癖強くて、リンクモンスターに効かなかったりとかさ、裏側になんないから、とかいろいろあんだけど、まあ、このギミックをなんとか今回はサポートするべくいろんなカードが入っていまして、まずそもそも展開力が単体だとなさすぎるんですよこのテーマなので、出張パーツとして、ゴーストリックの、スピードロイドベイコマックスさん名誉ゴーストリックカードベイコマックスと、タケトンボーグを使ってランク3をしてるっていうね、アルカードを出すっていうギミック、それから、パンクサイキック緊急テレポートからのサイキック族特殊召喚によって、まあ、基本的にはそのセアミンからの、フォクシーチューンからの、マダムスパイダーみたいな動きをして、デンジャースガブを持ってきながらランク3するみたいな動きをぶち込んでまして、まあ、この辺で、全然ゴーストリック関係ないところからランク3でゴーストリック出して、でアルカードの上に重ねて打点子出して、で打点子でゴーストリックを素材に切って、ゴーストリック魔法トラップ持ってきて、ゴーストリック魔法トラップっていうのが結構強くて、ショットっていうね、この手札墓地からゴーストリック出せるっていう効果があるんだけど、これを使ってもう一回アルカード出して、で、もう一回アルカードから上重ねて打点死して、打点死で未来用みたいな。あ、忘れてたこれ。未来用みたいな。そういうね、動きを、まあ、基本的には理想ムーブとしています。で、アルカードとか、まあ、この辺のサキバスとかが結構強くて、墓地、に送られるとゴーストリック回収できるんですよ自分の墓地の。なので、まあ、素材になった時とかでも効果が届きますんで、まあ、打点子を上に重ねて
で、公園の効果を使って回収して、まあ、盤面にモンスターをいっぱい並べていくみたいな、ね、感じの動きになってます。まあ、ちょっと動き、口で説明するよりも見ていただいた方が早いと思うんで、早速ね、ちょっと、このゴーストリックの、オセロムーブ、見せていきましょう。デュエル。スタンバイ。おい、伸びた。オセロしようぜ。お前、オセロ版な。どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。ゴーダタケシです。さあ、本日なんですが、遊戯王ではなくね、オセロをね、していこうというふうに思ってまして、あ、ゴーストリックです。はい。まあ、リバーステーマを駆使した非常にテクニカルなね、非常に素晴らしいテーマなんですけども、今回はね、こちらのテーマを使って、デュエルを していこうと思ってます。で、新パック、全く関係ありません。前回のパックです。なんなら、前回のパック、2個前の、1個前のパックで追加されている、テーマですね。はい。今更感めちゃくちゃあるんだけども、ちょっと触ってなかったので、ちょっと触っていこうかというふうに思ってるんですが、このデッキ、とても、楽しいですね。テクニカルで非常に、デッキが。まあ、とりあえず、ゴーストリックショットという効果を発動して、で、これで、ゴーストリックアルカードを特殊召喚。ちなみに、ゴーストリックの、打点者、可愛すぎて、まあ、こいつのイラストあるだけで、飯5杯ぐらい食えんじゃないかなっていう話はしますけども、さあゴーストリックアルカード1体でゴーストリックの打点石を特殊召喚していく。でゴーストリックの打点石の効果を発動。デッキからゴーストリックマジックトラップカードを1枚手札に加えるという効果。いやこれね素晴らしいですよね。このターン1がない効果、そしてゴーストリックアルカードの効果、墓地へ送られると自分の墓地のゴーストリックカードを手札に回収できるという効果。手札増えております。アニマルにも強い。ちなみに、打点石は可愛いんですけども、打点石を変身させることが可能となってまして、打点石と打点石でオーバーレイ歴史実召喚フューチャーランバーゼロ未来王ホープ、そして未来王ホープの上に重ねてオーバーレンジの再構築エクシーズ召喚現れよフューチャーランバーゼロ未来竜王ホープドーンこいつがゴーストリックデッキのエースです。はい、でセットしてこれエンドですね。ゴーストリックは基本的にセットエンドしか今までできませんでしたので、まあ、これをねそのリンクモンスターで解決できるっていうところを見せたかったんですけども、まあ、今回はセットカード以外に未来色を立つんで、まあパニックが妨害として使えるの十分かなといったところ、まあ、それは結構厳しい。まあ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 、でもまあモンスターの効果を無効にできるモンスターがいますんで、一応ミラジードの効果は一応止めれます。ゴーストリックっていうのは、まあ、基本的にそのリバースモンスターの効果を駆使して戦っていくっていうテーマなので、ちょっとやっぱね環境的には遅いんですよね。だから自分で表になったりとか、まあ、裏にしたりとかっていう効果が結構いっぱいあるんだけども、まあ、その辺の効果はやっぱどうしてもちょっと発動させるのがちょっと難しかったりするんで、まあ、能動的に、まあ、パニックとか、を使って、まあ、叩き起こして、あブルームね、あオッケーオッケー、これ楽園ドアスラみたいなデッキですね。ですね、これでブルーム効果発動する。でももうこれアンデッドしか出せなくねえか、そのチェーンにそこで組んじゃうと。アンデッド族モンスターしか出せん。あ、楽園同派エルドリッチみたいな感じかな。はい。で、効果処理されませんよ。チェーン順間違えたのでは、相手、これ。ブルームは、除外する効果があって、アンデッド持ってこれんだけど、それ発動しちゃうと、アンデッドモンスターしか出せないよという縛りあるんでね。だからこれ多分、チェーン1、ブルーム、チェーン2ルベリオンじゃないと、ミラージェイドは出ないと思う。まあ、それだったら別にいいかスルーか、見られるように触ってくるまでは普通にスルーしましょう。まあ、コンキスタドールとかエルドリッチとかは別に、まあそこはさすがに止めないといけないか。いや言うてやってるのは2枚か。いやこれ止めちゃっていい。お前黙れ一回。お前は一生セメタリーに眠っていろ一生眠ってろお前は。よし、未来竜王ホープの効果、相手の発動したモンスターの効果を無効にして、フィールドで発動した効果を無効にすると相手をパクれるっていう効果があるが、まあ、それフィールドで発動する効果はないでしょうね、これね。あー、弱いね。いや、これ多分ね、これ多分ね、ブルームの効果、チェーン、1にした方がいいよ、それ。で、ワッケロ効果、まあ、ワッケロはいいや。ワッケロで、なんか適当な黄金鏡の、あれですか、トラップカードが、黄金鏡じゃないか、エルドトラップカードだっけ、エルドリクシルか、エルドリクシル、魔法トラップカードみたいなやつをセットできるやつね、OK。で、黄金鏡のワッケーロ、赤き一度目のエルドリクシル、はい。からの、白き定めのエルドリクシル、OK、了解。今は意外と結構どうでもいいな。
そのお布施カードは。なるほど、あるカードで布施踏みに行くか。これね、弱点ゴーストリックだけだとその展開力がマジでないんですよ。だからなんかちょっとねランク3できるとかランク2できるとかいうテーマを使って、まあ、打点使とかを出しに行ったり、まあ、アルカードが強いから一番伏せカード割れるから、だからアルカードセルレベル3が2体並ぶような テーマに入れた方が強いとは思う。基本的にはゴーストリックはで、今回入ってるのは白木の毛で、これエルドリッチ出てるんだっけ。レベル3みたいもうポポンって並べてアルカード出して打天使みたいな動きから動いていくのが一番強そうな、感じでしたね。使っててなんかゴーストリックだけだとさすがにねセットエンドしかしないから先行セットエンドみたいな動きしかできないからさすがに弱いなっていう。でエルドリッチめっちゃ出てくるやつはまあ別にいいか。これもはい、でエルドリッチめっちゃ出てきます。でまあ自分こっちのターンにエルドリッチ出てきたところでそんな関係ないかなっていう気がするんで、あのクソ気象やあの永続トラップがなければ多分エルドリッチもなんとかなんじゃないかなっていう気がするけどね。まあ、とりあえずこれジョルリーパーク、デンジャラスカーブを手段書いていく。で、これハイオガードでモンスターが無効っていうトラップがあったんですね。これレベル3に並べる過程で、持ってこれる汎用パーツだったのでパンク入ってます今回。一応これでね、セアミンを緊急テレポートで特殊召喚して、フォクシチュー持ってくると召喚劇使わないでレベル3できるんで、あレベル3じゃランク3できるんで、まあ、これがね一番ね相性はなんかいいかなと思ってますね。まあ、緊急テレポートをすべきする必要があるけど、でこれでアルカード一体でエクシーズ召喚現れよ。ゴーストリックの打天使、そして打天使の効果を発動。このカードのオーバーレイユニットを一つ使うことによってデッキからゴーストリックマジックトラップカードを1枚手札に加えることができる。いやこれゴーストリック一応あるからですね、これでですねフィールド魔法でいいか、フィールド魔法持ってきてですね、でゴーストリックアルカード効果発動、アルカードの効果によってゴーストリックカードを回収していく。ちなみに打天使ちゃんの消耗めっちゃ激しいんで、まあ、余裕あるときは返した方がいいですね、エクストリックに。でショット発動する、ショットでゴーストリックモンスター1体を、特殊召喚できますよ効果、妖精特殊 OK で、こいつはリバースしたときに墓地のゴーストリックセットして、でセットされてる数まで相手のフィールドの表側表示のカードを、裏側にするよっていう効果だから、これで、相手のモンスターを埋めて、でちょっとゴーストリックナイトっていうトラップカードをね使って、そこらし落とし穴状態にしていくんですけども、まあ、ちょっとそれを見せていきましょう。まずは、ゴーストリックパニックを発動、ゴーストリックパニックによってゴーストリックの妖精を表側にしていく、で裏側守備表示に空いてるモンスターをしていくと、これは何でもいいな、こいつで妖精ちゃん効果発動。妖精ちゃんはリバースすると墓地のゴーストリックをセットしながら、セットされているカードの数まで相手のカードを、裏側にして、でエルドリッチとエルドッチを裏側にしていくと OK でですね、ナイト発動すると、これで今何が起きてるかっていうと、ナイトはゴーストリックがいると、完全に相手のモンスターが、起き上がれなくなります。産みました今今完全に産みました。反転召喚ができません、あのモンスターは。まあ、リンク素材にもできなければエクシー素材にもできなければ、これで、あちらに今ハウスの効果で、相手のモンスターが裏側守備表示しかいなければダイレクトできるよっていう効果になってます。はい、でこれでですねこうすることによってOK これでいいでしょう。これで、まあちょっと、パニック、今ちょっと腐ってるけど、相手の、裏側守備表示モンスター全員起き上がれませんっていう状態になっていて、まぁ、ワッキーの効果で除外していくのはいいや。はい。で、なんか、何らかのエルドルクシル魔法トラップカードを、デッキからセットすることができるよう、はい。矢書きで、エルドルクシルが出てくるかもしれないよと。OK。いいよ。全然大丈夫。全く問題ない。一切問題ない。あのモンスターは全部埋めたから。あと永続トラップだけですね、警戒するのは。楽園融合お前、トップかそれ、強えな。
これそろそろあれ来るか、アルバス、アルベスルベリオン、なるほど、あミラジェードか、あのミラジェードは別に未来利用で無効にできるからあんま関係ないね、あんま関係ない、まあ、デンジャラスガムもあるし、デンジャラスガムはちなみにフリーチェーンで相手のモンスターが無効にできるよっていう、あうま来たー、いやでも刺さんないあんまり、別にアーマーもそんな刺さんない、アドバンショーかしないし、あーまあそれはいい、エルドレックシルも別にいいや、でエルドレックシル効果発動して、エルドレッジ出てくるのも別にいい、そんなに関係ない、オッケー、それも後で埋めるわ、それも後で埋めますちなみにゴーストリック、あーオッケー、それ発動してくれ、なんかあんのかこれ、いやでもここで無効にしてくるかもないよな、未来竜王くんの効果ご存知ないやつですか、未来竜王くんの効果であなたのモンスターパクりたいんですけど、なんかあります、何らかの効果あります、なさそうですね、これ一応今の効果発動しない方がいいんじゃない、それこうなっちゃうけどこうなっちゃうよ、大丈夫、一応あれだけどね、ミラジェイドで送ったアルビオンの効果で、あそれは、ゴーストリックフェスティバルの効果発動、攻撃宣言値自身をリリースして、デッキからゴーストリックモンスター一体を特殊召喚できる、これによってゴーストリックセイレンを特殊召喚して、さらにゴーストリックパニックの効果を発動、ゴーストリックパニックは裏側守備表示のゴーストリックモンスターを表にして、表にした数だけ相手のモンスターを裏にする、寝ろお前はこれ全部エルドリッチっす、これ相手全部エルドリッチっす、これ全部エルドリッチ、今相手のフィールドの全部埋めました全部埋めておきました、相手も判定召喚できませんモンスターさあどうするんでしょうか、まあ楽にごセットいいや、ご自由にどうぞちなみに相手のフィールドがエルドリッチ全員埋まって草、このデッキ相当陰キャラですよね僕根っからの陰キャなんで、こういうデッキ使うのめっちゃ好きなんですけど、不快に思われる方いらっしゃいましたら本当にすいません、こういうデッキ僕好きなんですよねなんか何、いや抱擁つれえな、まあ、セアミンのへの抱擁結構きついですね、割と、あこれ、いやこれドラゴンパニッシュメントでどうにかするしかねえわ、初動を止められるとやっぱちょっと展開力ないだけなので、ちょっと若干厳しいです、これ今通ってたら一応ね、未来竜王までは行くんだけど、まあ、通らなかったら何もできないと、旅路、まあ、勇者ギミック強いですね、なんとかしてドラゴンパニッシュメントで頑張るしかないか、ドラゴンパニッシュメントすごいいいカードでね、やっぱこういうなんか展開力がないようなエクストライトもそこまで使わんような、まあ、今回の、決め方だと使うけど、ある程度は、まあ、そういうデッキにとってのドラゴンパニッシュメントかなりやっぱ革命というか救世主で、やっぱかなりね、その除去能力かけてくれるんで、まあ、アラメシアの木はまあ強いですね、でアラメシアの木も発動していく、 OK、 はい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 、 OK です、問題ございません、問題はございません、まあ、今だそこまで許しましょう、一応ですね、ドラゴンパンチメントでヌトスを落とすという最強のムーブがありまして、そうするとまあ相手のモンスター盤面2枚処理できるんで、まあ、これはさすがにドラパニ、ドラパニ、勇者トークン選択で、ここでヌトス落とせば、まあ、出てきた、まあ、グリフォンライダーも処理ると、まあ、一応勇者ギミックでこのドラゴンパンチメント踏まれちゃったので、まあ、これ後のこの後の、私の相手への妨害はありません、一切。うおー、ヌトス砲発射ヌトス砲発射、うおーよしオッケー。あとはもうご自由にどうぞ。パニッシュメント打ったら、もう、次のターン、オッケー、事故ってくれてる、ありがてえ。あとは、エクストラデッキから出せなくなっちゃうっていう制約をね、注意していかないとなっていう気はするんですけども、まあ、とりあえずセアミン効果発動して、パンクを手札に加えていくという効果をうららで止められていく、まあここまでは様式日、まあ言うて相手も事故ってはくれてるので、まあなんとかなるかな、ですねセットですねなんだこの地獄みたいなデュエル、ゴーストリックモンスターは他にゴーストリックがいないと表側で召喚できないんですよ、
悲願とかに似てるね。陰キャすぎてなんか仲間がいないとあの出てこれないんですよ表で。これも陰キャですよね相当。もうそれが好きなんだけど、これ相手も自己で散らかしてるぞ。相手も自己で散らかしてやがる。いや反転召喚は一応できますから、はい、表側で召喚はできないだけで反転召喚だけできるから。ちなみにこのターンも俺はエクストラデッキから特殊召喚できるのでモンスターを、まあ、とりあえずフォクシー持ってきて、で召喚権を使わないようにしてフォクシーの効果を発動していきましょう。フォクシー中の効果は、手札からこいつとなんか他のカードぶん投げるとデッキから、パンクを出してこれるよっていう効果ですね。でこれでレベル3を供給していくと、レベル3を2体並べて、そのレベル3を2体並べて、ゴーストリックアルカードを出していくスタイルですね。はい、でジョブリーパンクマダムスパイダーの効果と、デッキから、まあ、パンクトラップカード持ってこれるんで、これで普通にそのシンプルに妨害であるジョルリーパンク、デンジャラスガボを持ってこれる。でレベル3が2体でオーバーレイエクシーズ召喚、これあのゴーストリックだけでレベル3のモンスター2体用意しようと思うとあのかなり大変なんですよ。展開力がマジないので、このアルカードをね正規召喚っていうかゴーストリックだけで召喚しようと思うとめっちゃ大変です。そしてアルカード君はオーバーレイユニットを1つ使うことによって、セットされているカードを破壊することができるっていうね、まあ、これはゴーストリックと相性が良くて、ゴーストリックは結構相手のカードを埋める効果があるんで、まあ、それを破壊していくっていうそういう感じですね。あ、エクソシスタバディス、なるほど、ゴーストバスターズだったか、ゴーストバスターズ勇者だったな、なるほどな。まあそれはいいわ。ってことはだ、墓地のカードを移動させちゃいけないから、ちょっと待ってくださいね。墓地のカードを移動しないようになんとか動いていくしかないということですね。これ、アルカードをオーバーレイすると、アルカードの効果発動しちゃうから、ただ、セイレインはリバースしてない。で、2枚墓地を送って、ゴーストリックあったらゴーストリック回収できるが、今何もありませんでした。すいませんでした。何の成果も得られませんでした。まあ、とりあえずバトルフェイズ入るしかないや。バトルフェイズ入って、エクソシスタぶん殴るでしょ、で、これぶん殴るでしょ、で、ですね、少々お待ちください。これで、これでですね、セイレーン効果発動して、リバース、相手、裏にした方がいいか。これで、ちょっと待ってね、サーチ痛いから、パニック発動して、セイレーンを、表にして相手のモンスター裏にする。 OKOKOK これで墓地から移動しても大丈夫で、精霊効果対応しない、でデッキからゴーストリック魔法トラップカード持ってこれる、でこれでショット持ってくる、 OK これでゴーストリックの打点子行こう。これで墓地からカード移動してもエクシー召喚ができ、エクシー召喚されない。ゴーストバスターズはね、こっちの墓地のカード移動されるとなんかそのなんかびっくりしてエクシー召喚してくるんで、埋めとくことは大事ですね非常に。でゴーストリックナイト持ってきて、でこれナイトで反転できなくさせて、でゴーストリックアルカード効果発動して自分の墓地のゴーストリックカードを回収。まあさすがにパニックか。はい、でだ、ゴーストリックショット発動して墓地からゴーストリック回収して、はい、 OK、 よし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 、いいぞ。でもう一丁打点子だな。 OK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 これエクソシスター生きてるとね、ここに反応してうおーって言って、ミカエルちゃん出てきてうお除外って言ってくるから、これだけは絶対にケアしないといけないんですよ。で打点石ちゃん効果で、ゴーストリックアルカードを持ち送って、さらにゴーストリックカードを回収していく。でさらにアルカードの効果も耐えちゃないので、アルカードの効果も発動していく。この耐え値がない軍団結構強くてね、耐え値突き忘れ軍団結構強いですよね、まあ、ただ、こいつは2体でオーバーレイした方が絶対に強い。ここかな、なんか打点子打点子でなんかちょっと強そうなゴーストリックのエクシーズかなんかいればいいんだけどね。まあ未来竜王が一番強いという、はい、あちなみに板前アーゼウスも一応できます、もちろんね。さあフューチャーナンバーゼロ、未来竜王ホープエクシーズ召喚、これでハウス一応発動して、でセットしてセットしてセットして、で、あ、ちょっと待って、セットしないでください。セットして、で、これでエンド。こうすると、一応またパニックの効果も発動できますし、これで、ナイト発動して、
はい、君たち判定召喚無理。はい、埋めといた。はい、埋めときました。相手のモンスター完全に。このデッキ戦略が陰キャすぎる。弱いな。いやこれね、やっぱり、ね、竹トンボーグが来ちゃうのは結構ある。うわー、なんか相手もこれもしかしたらあれか、あ、違えわ、リフレクターか、リフレクターか。ランクマやってて皆さんゴーストリック当たったことあります？ちなみに僕はありません。ゴーストリック使いと当たれる世界線ってどっかにないですかね。なんかゴーストリック使いってこの展開されてもさ、なんかもうハリファイバーないし、そこまでやばい展開になんないだろうなって思うんですけど、どうですかね。まあでも召喚剣使ってないからやばいか。いやこれ普通に、うわ出た、ワーウルフ出ました、ハゼロ、うわーキモ。レベル7特殊、いやーなんかちょっと不穏な空気するな、これ不穏な空気するわ。いやなんか未開機入っててサイキックリフィクターも入ってるデッキってこれなんだ。これでバスタービースト特殊召喚できるよね。あーいいよ、6、はい、6、1、7、シンクロしちゃう。いやーこれレベル7シンクロとレベル7モンスター2体はね結構やばいのよね。やめてくださいね。うわやばいかもしんない。これやばいわ、これは普通にやばい。いやこの犯罪モンスターはなんか知んないけど、謎にメインモンスターゾーンにトークンめっちゃ生み出せるっていうなんかバックワードムーブができまして、まあ、誘発握ったら俺も悪いんだけど、いやこれかなりやばいですよ。世界が終わったかもしれません。世界が終わった可能性があります、これに関しては。やばい。デッキから現状機モンスター一体を特殊召喚する、あーんとオライオンですかね。あーやばいね。やばいね、それはやばいね。いや棒やばいね。これ人生が終了した可能性があるぞ。オライオンの効果、はい、でオライオンの効果でトークンが出てくるのと、棒天候の効果で、流星カードをサーチする効果が発動される。いやおかしいな、ハリファイバーがいなくなったからなんか超展開はできないっていう風に聞いていたんですが、なんかやばいことが起きようとしています。レベル7に変更していく、なるほど、これ37シンクロですかね。ここ何が出てきました、来ちゃいます。これ10シンクロ結構やばいモンスターいっぱいいるんですけども、ですよね、ですよね。ふざけんなよ、ふざけんなよ。おいふざけんなよ、ふざけんなよ、このデッキロイヤルストレートフラッシュじゃんこれ。おかしくないですか、こんなもん。遊戯王じゃねえよこんなの。何がおもろいねんこのゲーム、絶対おかしいよ、絶対におかしい、絶対に俺は許さない、マジでお前マジで通報してやるからな。